はい、皆さんこんにちは、ODS の堀です。はい、一番簡単な集客法を皆さんにお伝えします。はい、その名をキャバクラ戦略と言います。キャバクラ戦略、夜のね、お仕事の人がよくやる戦略で、患者さんにみんな LINE 登録してもらって、それで、暇になったら、ちゃんと誠実でね、それで暇な時間ができるとすぐメールを打って、今何時から何時までが空いてます来ませんかみたいな、調子はいかがですかみたいな、こまめに連絡を取るという暇な、ね、人だったら、まあ行ってやろっかなみたいな感じで行かれる人多いと思います。それ学んだのが、うち結構スタッフがいろんなとこから来るんですよ。大手の接骨院とか大手の整体院とかチェーン店からね、まあ大手のマッサージの店とかから来て、でその人たちが、堀先生何にも集客してないんですねって言われて、それで時々うちのスタッフ暇になったりするじゃないですか。何にもあの人たちやってないですよ、うちの治療院、うちが元、まあ、入ってた全国1位の接骨院とか、もうスタッフたちいつも忙しいですからね。え、何やってんのって言ったら、もう暇になったらもう LINE で患者さんにずっと連絡してます。え、すごいな、それもう夜の仕事じゃんみたいな。僕はしたくないですけどね。でも今すぐに患者さんを増やしたい人は、でね、もうすぐ潰れるかもしれないとかそうしたらそのくらい努力してもいいかもですよ。はい、僕はちょっとそれはできないですけど、はい、そしたらね、新刊の患者さん見れなくなるからね。困ってる人はキャバクラ戦略で、もう夜の仕事だと思って患者さん連れてください。本日のフリーでした。